日本群馬県桐生市天神町天神町は群馬県桐生市の町名。現行行政地名は天神町1丁目から天神町3丁目。郵便番号は376-0052。桐生市の中部に位置する。東久方町、西久方町、平井町とともに桐生市第10区に属する。東北部は桐生川を境として菱町に、東部は 東久方町に、南部は本町に、西部は西久方町に、西北部は平井町に、北部は梅田町にそれぞれ接する。群馬県道、栃木県道66号桐流田沼線、山手通り中通りが通じている。桐流天満宮、群馬大学工学部がある、町内南部が1丁目、中部が2丁目、北部が3丁目となっている。 かつての下久方村の一部にあたる。1889年の町村政志向により、紀流新町、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、久方村平井が合併して、紀流町が発足。下久方村は紀流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て、1929年に大技が廃止され現在の町名である。 天神町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。